この吉原が嘘の世界だってことは百も承知ですよ。でもね、若さん、嘘の世界にだって約束事ってものはあるんだ。男が通う極楽道、女が売られる地獄道、ここは吉原遊郭。外すっていう言葉知ってるか。娘盛りの18歳。うちの体なんか匂う。その匂いを買った。もっと胸をシャンプーって。初の娼婦役に挑む名取裕子。裸になってくれ。私の言うことが聞けないのかい。桐生院花子の生涯以来、燃え盛る女の情念を描き続ける巨匠五社英雄が今また放つエキサイティングドラマ、吉原炎上。止めてくれ、足抜きだ。女は今身も心も極彩色。この吉原が嘘の世界だってことは百も承知ですよ。でもね、若さん、嘘の世界にだって約束事ってものはあるんだ。男が通う極楽道、女が売られる地獄道、ここは夜桜に酔う吉原遊郭。娘盛りの18歳、男の息の下でヒロイン久野が見せる優しさ、したたかさ。春の女、九重。吉原の桜は48種類あるんだよ。早咲きから遅咲きまで。夏の女、吉里。なんだ、どいつもこいつも女郎の上前鼻で食ってやがるくせに。秋の女、小花。男が欲しいんだよ。そして冬の女、菊川。そうかいそうかい、じゃあもっとたちが悪いね。お前さ、偉そうな面してるけど役得暮らしの役人かい、それとも弱い者いじめの町のダニかい。セキラに大胆に、そして艶やかに火花を散らして手札を競う女優たち。君、こっちだ。抱いてくださらないの。初回以来一度だって。私が汚れた体の女だから。違う。初の娼婦役に挑む名取裕子が見せる吉原遊郭最後の花魁、久野の波乱に満ちた女のドラマ。いつから心の底まで娼婦になり下がってしまったんだ。そうですよ、娼婦ですよ。この大門くぐった日から、その日から私は嘘も隠れもない娼婦ですよ。桐生院花子の生涯から5年。燃え盛る女の情念を描き続ける巨匠五社英雄が日本映画界最高のスタッフキャストを得て放つエキサイティングドラマ、吉原炎上。一晩いくらのこの体、すっきり抱いてくださいな。